せいたします。男子予選リーグ C、 鳥取大学山本選手、早稲田大学松原選手の試合は5コートから7コートに変更して行います。7コートへお入りください。
ゃあしっかりあと1本、あと1本、これビデオつけとる。Go!
いや、わかんない。ちょっと行きます。コートの変更をお知らせいたします。おそらく。女子予選リーグ H ブロック、はい、日大小室選手、筑波大田口選手の試合は13コートから5コートに変更して行います。5コートへお帰りください。あ、そうですか。そうです。どうも。左に強くる。お知らせいたします。ただいまより男子決勝トーナメントの抽選会を行います。男子予選リーグ1位、2位となった選手の方は予選リーグ抽選会と同じ会場にお集まりください。繰り返します。ただいまより男子決勝トーナメントの抽選会を行います。予選リーグ1位、2位となった選手の方は予選リーグ抽選会と同じ会場にお集まりください。の方が心理よりも、うん、コートの変更をお知らせいたします。男子予選リーグ F ブロック、明治大学酒井選手、早稲田大学五十嵐選手の試合は11コートから13コートに変更して行います。13コートにお入りください。ロングサーブ結構使う。ああ、そうなんだ。お知らせいたします。先ほどの抽選会の放送の提出いたします。ただいまより女子決勝トーナメントの抽選会を行います。女子予選リーグ1位、2位となった選手の方は予選リーグ抽選会と同じ会場にお集まりください。
繰り返します。ただいまより女子決勝トーナメントの抽選会を行います。女子予選リーグ1位2位となった選手の方は予選リーグ抽選者と同じ会場にお集まりください。でもまださ試合が来るの当たる可能性がなくなる。でもさ、順位決まってないのに、それだけ。行った方がいいですよ。悔しい。行った方がいいですか。行った方がいい。で、枝松の代理が必要だったら近代に出ました。了解。ちょっとでしたか、ちょっと。どうですか。
10コートから8コート。